開通により、より使い勝手の良い道路になったことと確信をいたしております。観光協会としても、大隅渋志地区からより多くの皆様方が都城地区においでいただけるものと確信をいたしており、大変嬉しいことだと思っております。都城は肉と焼酎の町でございます。それと他にも、たくさんの素材を活用した特産品がいっぱいございますので、その都城の魅力探しの道路としてご利用いただけると大変ありがたいと思っております。そういった交通が全通した時には皆さんがまたいっぱいお客さんが来ると思いますので、楽しみにしておるところでございます。利用者の中には都城道路を利用して来館される方も多くいらっしゃいます。今回の開通によって中心部へのアクセス性が高まることから、この施設を利用される方がさらに増えることを期待しております。今回横市インターチェンジ、音坊インターチェンジが開通するにあたり、都城渋志間の移動時間が短くなり、より安心安全な運行ができることを嬉しく思っています。都城渋志道路が音坊町まで開通したことで、総市から通勤する社員が楽になり、また渋志港からの餌の輸送もさらにスムーズになりました。道路が整備されたことで都城県域へのアクセスが向上し、周辺地域への観光が活性化することを期待しています。都城道路をご利用してぜひお越しください。お待ちしております。今回の開通で輸送コストの縮減と肥料の安定供給により飼料価格の低減化が図られ、農家の経営安定と都城地域のさらなる畜産振興につながることが期待されます。今回の開通によって火事や事故等への災害出動はもちろんのこと、救急出動を含め現場に到着するまでの時間を短縮することが期待できます。都城道路を積極的に活用し、これからも市民の安心安全を守ります。沿線には都城市の医療機関に通院される患者さんが多くおられます。今後通院の利便性が大いに改善されるものと考えます。今回この道路が開通したことにより、有事の際速報体制の確立を図ることができました。これからも国民の負託に応えられるように、私たち陸上自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため日々任務に取り組んでまいります。南九州における物流の要衝として市内外の多くの企業様から注目していただいております。今後も順調に整備が進み、早期に都城インターチェンジまでつながることを企業はもとに、職員一同とても楽しみにしております。ここ山の口運動公園は令和9年に宮崎県で開催予定の国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会のメイン会場として県と共同で整備を進めております。都城渋志道路の全線開通により公園へのアクセス性が飛躍的に向上しますので、さらなる整備に期待しております。この度の開通により一段と交通の利便性が向上いたしました。より多くの皆様に雄大な霧島連山のふもと、温泉やパークウルフをお楽しみいただけたらと思います。
令和4年3月に開通します都城志布志道路の元坊インターチェンジから横市インターチェンジ間における橋名板作成についてご協力いただきました。よってここに深く感謝の意を表します。本道路は南海トラフ巨大地震や移動気象による災害等が発生した場合の太平洋沿岸部地域のバックアップシティとしての機能を充実させる防災の道として大変重要であり、本市のみならず南九州全体の防災対策機能の強化がさらに期待されます。アクセス向上による輸送コスト縮減や地域経済の活性化、地域医療の充実等にも大きな力を発揮するなど、全線開通による防災、経済、医療の道としての大きな役割、効果が見込まれております。都城志布志道路は全線がつながってこそ最大限進化を発揮するものでございます。結びにコロナ禍の大変厳しい状況ではございますが、都城志布志道路のさらなる整備促進、並びに皆様方のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げまして、開通のお祝いメッセージとさせていただきます。
お待たせいたしました。会場の準備が完了いたしました。これより壇上にご登壇いただく皆様を係の者がご案内させていただきます。開会に先立ち、会場の皆様へお知らせいたします。壇上ではアクリル板を設置するなど、新型コロナウイルス感染防止対策を講じております。ご挨拶、ご祝辞の際につきましては、マスクを外して行わせていただきます。よろしくお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。本日はお忙しい中、都城志布志道路、国道10号都城道路、音坊インターチェンジから横市インターチェンジ開通式にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。私、本日の司会進行を務めさせていただきます、都城市土木部都市計画課の飯田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより都城志布志道路、国道10号都城道路、音坊インターチェンジから横市インターチェンジ開通式を執り行います。はじめに事業者を代表いたしまして、村山和也国土交通省道路局長より式辞を申し上げます。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました道路局長の村山と申します。昨年の7月まで九州町整備局長をやっておりましたので、この界隈にはですね、何度も何度も訪れたので、本当に今日おめでたいなと思っております。一言ご挨拶を申し上げます。本日ご対応のところ、国会からは古川大臣、松下参議院議員、長峰参議院議員、また県の方からですね、河野知事、また徳重議員先生ですね、はじめですね、県議会の先生方、また地元のですね、池田市長、五井塚市長、下平市長、木佐貫三股町長様ですね、また市議会の先生方、多くの先生方がお見えでございます。また民間の方からはですね、メラ会頭をはじめですね、建設業協会の会長さんでありますとか、商工関係の皆様、また女性の会、関係機関の皆様、地元の自治会のですね、方、多くの方をお迎えしましてですね、このように盛大にですね、開通式を迎えることができました。本当にありがとうございます。またこのような開通式をですね、迎えにあたりまして、用地をですね、ご提供なされました皆様、地権者の皆様にはですね、また本当に ご尽力いただきまして、ありがとうございます。また建設会社の皆様にもですね、大変ご苦労いただきましてありがとうございます。この都城志布志道路でございますけれども、44キロメートルの高規格道路ということでございまして、本日開通区間がですね、音坊から横市インターチェンジの 3.0 キロということでございます。
渋志港とですね、都の城を結んでですね、この畜産業、地元のですね、地域の発展、また観光等々のさまざまな効果をですね、発揮する重要な道路でございます。この道路をですね、ご活用いただいてですね、地域の振興につなげていただくことをですね、ご記念申し上げたいと思います。また音坊からですね、都の城につきましては引き続き事業中でございます。こちらにつきましては令和6年度ということでですね、開通の目標宣言を出させていただきました。引き続き地元の皆様方のですね、ご協力いただきながらですね、しっかりと事業を進めてまいりたいと思います。結びになりますけれども、この地域のですね、ますますのご発展とですね、ご臨席の皆様方の一層のご活躍、ご健勝をですね、心よりご記念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。続きまして、主催者を代表し、河野俊嗣宮崎県知事よりご挨拶申し上げます。失礼します。こうして多くの皆様ご参加のもとで今日の開通式を迎えられますこと、大変嬉しく思っております。ようやく先が見えてまいりました。今日の開通で約8割が完成ということになるわけであります。6年度でですね、この都の城音坊が開通すれば 93% ということで、本当に皆さんと力を合わせてきた長い長いトンネルの先の光がパッと見えてきたというような今日の開通式であろうかと思います。またその第四陣であります村山局長に、道路局長にこうやって来ていただいてですね、感謝の思いとともにみんなでお祝いできること、大変嬉しく思っております。国土交通省をはじめ国会議員の先生方、また地元自治体、経済界、そして道づくりを考える女性の会の皆様、地元関係の皆様、多くの皆様のお力添えがあっての今日であります。引き続き力を合わせて必要な財源を確保しですね、一日も早い開通を目指していきたい。今日今都の城インターから降りてきましたが、都の城インターの降りたところにですね、地域の悲願、早期全線開通を目指せという横断幕がだっとこう出ているところであります。みんなの気持ちがですね、一つ一つ形になっていること、大変ありがたく思っています。また今日3月12日でありますが、昨日が 3.11、 あれから11年という中でですね、宮崎も南海トラフというリスクに直面をしている。そしてこの都の城圏域が後方支援拠点として、まさに防災の大きな役割を果たす、この道路の意味合いもあろうかと思います。そしてこの道路の整備が進むことによって、今工業団地もすぐに満杯になってということで、経済の効果も大きく出ている。さらに我々が直面しているコロナ等の健康面ですね、まさに医療の道、命の道ということであろうかと思います。今日鹿児島からもですね、総市長、そして、支部市長にもおいでいただいております。支部市長はこの1月に再選を果たされて2期目に入りましたし、総市長は昨年3期目に入られてですね、今都の城市長も3期目ですから、この強烈なトライアングルもありますし、地元古川大臣のお膝元でありますが、古川大臣、それから鹿児島の塩たちと私は大学の同級生という、こういう強力なトライアングルもありまして、これを松下先生、また長峰先生にも後押しをしていただく、本当に北貫町長ももちろんそう3期目でありますので、この政治的に非常に安定してトライアングルをがっちりスクラムを組んでいる村山局長、今ここにしっかり投入をしていただければ間違いことなくですね、成果が出てくる、そういう道路であろうかと思います。みんなで気持ちを合わせて、この南九州の将来に向けた夢の駆け足である都の渋志道路の一日も早い全線開通に向けて、引き続き頑張ってまいりましょう。心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。それではここで、大変お忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の皆様よりご祝辞をいただきたいと存じます。はじめに法務大臣衆議院議員古川義久様、お願いいたします。本日の開通式、
誠におめでとうございます。私たちの悲願の都の城渋谷道路、いよいよ大手がかかりました。この都の城渋谷道路のためにお力を集めていただいておりますすべての関係者の皆様に改めて敬意を表します。昨日はあの東日本大震災から11年目でございました。あの災害を思い返しながら、高速道路の重要さということをに思いをいたしました。今知事からもお話がありました通り、都城渋谷道路は私たちにとって命の道となるわけであります。それと同時に、この都城渋谷道路は希望の道でもあると思っています。この道路ができることによって、都城と渋谷港は直結をいたします。渋谷港の先は世界であります。ですから私たちのふるさとから世界が直接つながれるということでございます。都城北諸ばかりではありません。例えば小林も海老野も人吉だってそうです。振り返ってみれば、私たちの郷土南九州は古くから海を通じて琉球やアジア世界とつながっておりました。時代は変わっても私たちのこの地の利は変わりません。希望の道であります。あと残りもう少し、みんなで力を合わせて命の道、希望の道を堂々全線開通するまでもう一息力を合わせて頑張り抜こうではありませんか。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、参議院議員松下新平様、お願いいたします。本日は都城渋谷道路、おとぼう横一間の開通誠におめでとうございます。関係されるすべての皆様に敬意と感謝を申し上げます。この路線は鹿児島宮崎の県境を挟んで、鹿児島県宮崎県そして国土交通省、非常にですね、珍しいこの組み合わせの道路となったわけですけれども、いい意味で刺激し合ってですね、工夫して目標設定を決めていただいて、今日のこの区間の開通となったわけでございます。残りは国交省の方もですね、プレッシャーがかかると思うんですけれども、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。昨日の 3.11、日本を襲った千年に一回の大地震、そして大津波、そして原発事故、全国で皆さん手を合わせられたと思います。11年前のあの出来事から大きく人生が変わった、あるいは社会が変わった方もたくさんいらっしゃいます。被災地の犠牲となられた方だけではないと思います。それぞれこの災害を受け止めて、そして鎮魂の意味も含めて犠牲となられた方にどう報いるか、一つは教訓としてこの生かされた我々がどのように教訓として生かしていくか、そのことも考える機会になったと思います。まさにお話があった通り、震災の時にはですね、櫛の葉作戦でこの道路網の重要性が再認識されたわけですけれども、この宮崎では南海トラフが想定される中で、この都城渋谷道路、
大きな代替道路としての役割が期待されるわけです。で、現在はですね、さらに物流、九州の中の主要な物流拠点としてですね、大きく期待されていると、この喜ばしい、誤算といいますかですね、もう先見性がもちろんあったと思うんですけれども、そういった恩恵を享受しながら、皆さんと共に地域発展のため、今コロナで本当に経済が、社会が、生活が厳しい状況にありますけれども、ぜひこの契機にですね、皆様地域発展のために一緒に頑張っていきたいと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、参議院議員長峰誠様、お願いいたします。本日の開通を皆様とともに心からお喜びを申し上げたいと存じます。この渋市道路、この横市まで開通した時点ですね、この横市から梅北に向かってのエリアで、横市経済圏とも呼ぶべき新しい経済圏が出来上がったような感じがいたしております。都城、今までは西側だと高尾経済圏があったんですが、それがさらにこの渋市道路ができることによって、西の方に伸びてきた。そしてこれから音坊インターが開通をいたします。すでに音坊には多くのですね、住宅が立ち並ぶようになりまして、この横市、音坊、そして沖水地区に向かっての、新しい経済圏というのが生まれているような気がいたしております。本来この渋市道路というのは10号線が朝夕大変混雑するので、それを緩和するためのバイパスという意味合いで構想された部分があるんですけれども、それをですね、当初の目的をはるかに上回る、経済的な大きな効果を生んでいるなという気がいたしております。そしてこれが令和6年に高木のインターまで開通するとですね、今日の時点で私たちがまた想像もしていなかったような新しいこの渋市道路の意義、渋市道路の活用の仕方というのも生まれてくるのではないかなというふうに期待を寄せているところでございます。もうすでに高木工業団地は第一工区、第二工区が出来上がっております。第一工区はもちろん完売ですが、第二工区はもう完成前に予約完売という状態でございまして、今池田市長の下で第三工区の構想もあるようでございます。そういったところでですね、非常に大きな雇用も生み出し、経済効果も生み出していくこの渋市道路でございまして、今日の開通もですね、都城、そして総渋市とこのエリアの大きな大きな発展につながっていくものと思っているところでございます。ちょうど時あたかもですね、国土強靭化で公共事業予算がちょっと上積みをされている時期でございます。令和6年に向かいましても、しっかりとこのタイミングを活用してですね、早期完成に結びついていくように、今後とも皆様方と力を合わせて進んでいきますことをお誓いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、宮崎県議会議長代理、宮崎県議会議員徳重忠夫様、お願いいたします。本日はおめでとうございます。本日の開通式に、宮崎県議会議長がご案内をいただいておりましたが、別件公務がございまして、出席がかないませんでした。私、徳重と申しますが、議長から祝辞を預かってまいりましたので、代読をさせていただきたいと思います。本日はまた福原県議か5人の県議も同席することをご報告を申し上げておきたいと思います。本日、都城渋市道路音坊インターチェンジから横市インターチェンジの間の開通式典が開催されますことを心からお喜びを申し上げます。また本工事の早期開通に
ご協力を、ご協力をいただきました地元の皆様をはじめ関係機関団体など多くの方々の熱意とご尽力に深く感謝と敬意を申し上げたいと思います。さてご案内のとおり都城渋谷道路は都城インターチェンジチェンジと渋谷区を結ぶ極めて重要な道路であり、その全線開通により物流の効率化や災害時の代替機能の確保はもとより、都城大隅地域のさらなる産業振興や交流人口の拡大などが大いに期待をされているところであります。また都城市渋谷道路と九州縦貫自動車道との結節点には都城市郡医師会病院が立地しており、都城を中心とする地域住民のまさに命を守る道路であります。全線開通まで、おとぼ都城間を残すのみとなりました。沿線住民の皆様方には本日の開通区間を積極的に活用していただくことにより、安全安心な暮らしの実現や沿線地域のさらなる発展につなげていただきますとともに、一日も早い全線開通に向けて引き続きご支援ご協力をいただきますよう心からお願いを申し上げます。県議会といたしましても、都城渋谷道路をはじめ県内の高速道路網のさらなる整備促進に向け全力で取り組んでまいる所存でありますので、引き続き皆さん方のご支援ご協力をお願いをいたします。結びに本日お集まりいただきました皆さん方の今後ますますのご健勝ご活躍を記念申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和4年3月12日宮崎県議会議長中野和則代読でございました。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。皆様にはご丁重なるご祝辞を賜りまして誠にありがとうございました。本来であればご来賓の皆様お一人お一人からお言葉をいただきたいところではございますが、時間の都合もございますので恐縮ではございますが、ご紹介をもちましてご祝辞に変えさせていただきたいと存じます。なお先ほどご祝辞をいただきました方々につきましては、改めてのご紹介は差し控えさせていただきます。それではお名前をお呼びしますので、恐れ入りますがその場でご起立をお願いいたします。宮崎県議会議員の皆様は恐れ入りますがその場でご起立をお願いいたします。宮崎県議会議員普通原正美様をはじめ5名の県議会議員の皆様でございます。続きまして総市長五一家剛様でございます。渋市市長下平澄幸様でございます。三股町長木佐抜き達夫様でございます。続きまして都城市議会議長長友淳二様でございます。総市議会議長代理副議長今鶴春信様でございます。渋市市議会議長平野英作様でございます。宮崎県商工会議所連合会会頭米良光則様でございます。
道づくりを考える宮崎中央女性の会会長坂佳代子様でございます。道づくりを考える都の城広域女性の会会長柳田紀美子様でございます。本日は以上ご紹介しました皆様以外にも各方面から多数のご来賓の皆様にご出席していただいております。大変恐縮ではございますが、お手元に配布させていただきました配席表をもちましてご紹介に変えさせていただきたいと存じます。皆様本日はご多用の中ご臨席を賜り誠にありがとうございます。今後とも多大なるご支援ご指導のほどよろしくお願いいたします。また本日の開通式に際しまして祝電をいただいておりますのでご紹介します。参議院議員佐藤信明様、参議院議員足立俊之様、宮崎県商工会議所連合会会頭メラ光則様、以上の皆様よりご祝電をいただいております。いただきましたご祝電メッセージは会場入り口にてご掲示させていただいております。ご祝電をいただきました皆様にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。それでは閉会の前に主催者を代表して池田隆久都城市長よりご挨拶申し上げます。本日は都城渋市道路音坊インターチェンジそして横市インターチェンジのこの開通式に大変お忙しい中にご臨席を賜り誠にありがとうございました。心から御礼を申し上げます。また古川大臣、松下参議院議員、そして長峰参議院議員はじめですねご来賓の皆様方にも多くご出席をいただきました。また関係者の皆様方にも多くご出席をいただいたわけでありますけれども、今日ここに来ていただいておられるすべての皆様方の思い、お力が結集をして今日の開通式を迎えられたというふうに思っております。改めて心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。先ほど来ございますようにこの都城渋市道路はこの県域にとって重要な重要な道であります。防災、経済、医療の道としてこの地域には欠かせない道であるというふうに思っております。この道路の歴史はですね古うございまして、構想自体は昭和の時代からスタートをしていたというふうに聞いておりますが、実際に事業がスタートいたしましたのは平成6年度でございます。岩橋元市長からスタートし、今日ご出席をされておられる長峰参議院議員が市長でおられたとき、そして地域の皆様方の大きな大きな期待と思いを受けて、先輩方の努力を受けて、私も10年前にバトンを受け、この都城渋市道路の早期全線開通に向けて、全力で取り組んできたところであります。官民が一体となって毎月のように東京に上京し福岡に行き、国土交通省また九州地方整備局に思いを伝え、また今日は知事も来ていただいております、鹿児島からも来ていただいておりますが、宮崎県鹿児島県の強い強いご理解をいただいて今日が
あるというふうに思っております。令和6年度に乙坊から都城インターまでつないでいただけるということが昨年の11月に国土交通省から公表をいただき、いよいよ全線開通にゴールが見えてまいりました。最後の最後まで私も私の役割の中でしっかりと先頭に立って取り組みを引き続き強化してまいりますけれども、ここにおられるお一人お一人の皆様方のそれぞれのお立場でのお力添え、またご尽力が欠かせないというふうに思っております。今後ともぜひとも皆様方にはご理解とご協力を賜りますように心からお願いを申し上げたいというふうに思っております。また今日はピンクの法被を着て来ていただいておりますが、道づくりを考える女性の会、坂会長、そして柳田会長をはじめですね、多くの皆様方にも出席をいただいております。皆様方にも日頃からですね大変お力添えいただいております。また今日は後ほどですね封筒の中に入っておりますが、道づくりを考える都城広域女性の会の皆様方から手作りのですね、お品をいただいております。おそらくこの字は恐縮でございますが、内村様がお書きになられた実質ではないかというふうに思いますけれども、思いの思いのこもったものをですね皆様方にということで、わざわざ手作りでお送りをいただいたところであります。後ほどまたご覧いただければというふうに思いますが、これ一つとってもですね皆様方の都城渋谷道路に対する強い思いがあると思っております。改めてでありますけれども、ぜひとも皆様方の引き続きのご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、改めて私も私をの役割の中で精一杯頑張ってまいるということをお誓い申し上げ、私からの御礼の挨拶といたしたいと思います。本日は誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。これをもちまして、都城渋谷道路、国道10号都城道路、乙坊インターチェンジから横市インターチェンジ開通式を終了させていただきます。ご臨席の皆様には、長時間にわたりご列席いただき、誠にありがとうございました。引き続き、国道10号都城道路の本線上におきまして、テープカットおよびくす玉回避並びにパレードを執り行います。会場の皆様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、お隣の方と十分な間隔を空けるようお願いいたします。これより都城渋谷道路、国道10号都城道路、乙坊インターチェンジから横市インターチェンジの開通を祝い、テープカットとくす玉回避を執り行わせていただきます。まずテープカットを行っていただく皆様はお名前をお呼びいたしますので、係の者の案内により所定の位置までご移動をお願いいたします。テープカットを行っていただく皆様は河野俊嗣宮崎県知事でございます。法務大臣衆議院議員古川義久様でございます。参議院議員松下新平様でございます。参議院議員
長峰誠様でございます。宮崎県議会議長代理、宮崎県議会議員徳重忠夫様でございます。池田隆久都の城市長でございます。総市長五一家剛様でございます。志布志市長下平住幸様でございます。三股町長木佐抜達夫様でございます。村山和也国土交通省道路局長でございます。続きまして、くす玉回避を行っていただく皆様のお名前をお呼びいたしますので、係の者の案内により、所定の位置までご移動をお願いいたします。くす玉回避を行っていただく皆様は、都城市議会議長、長友淳二様でございます。宮崎県商工会議所連合会会頭、メラ・ミツノリ様でございます。道づくりを考える宮崎中央女性の会会長、坂佳代子様でございます。道づくりを考える都の城広域女性の会会長、柳田紀美子様でございます。陸上自衛隊第43普通科連隊長、かねて都の城駐屯地司令、中尾圭様でございます。宮崎県警察本部長代理、宮崎県警察本部交通規制課長、宇都宮淳一郎様でございます。都城志布志道路早期完成促進民間協議会会長代理、牧田信義様でございます。都城市庄内地区自治公民館連絡協議会会長、前田勝則様でございます。また都城市の PR 部長ぼんちくんと宮崎県のひーくんも駆けつけてくれました。今日はお手伝いどうぞよろしくお願いいたします。テープカット並びにくす玉回避を行っていただく皆様は、写真撮影を行いますので、恐れ入りますがマスクをお取りください。テープカットを行っていただく皆様は、係の者よりハサミをお受け取りください。くす玉回避を行っていただく皆様は、前方の紅白の紐をお取りください。
写真を撮られる皆様は前方までお進みいただき、ご準備をお願いいたします。それではここで写真撮影を行います。テープカットを行っていただく皆様はテープをお持ちになり、ハサミをお当てください。くす玉回避を行っていただき いただきます皆様は紅白の紐をお持ちください。皆様笑顔で正面のカメラにご注目ください。報道記録関係記念写真を撮られる皆様はどうぞお撮りください。写真を撮られた方は元の位置へお戻りください。それではいよいよテープカット並びにくす玉回避を取り行います。私が3、2、1どうぞと合図をいたしますので、掛け声に合わせてテープカットとくす玉回避をお願いいたします。またテープカットおよびくす玉開きの直後も笑顔で正面のカメラにご注目いただくようお願いいたします。それでは参ります。令和4年3月12日都の城渋志道路国道10号都の城道路音坊インターチェンジから横市インターチェンジの開通です。3、2、1どうぞ。ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。テープカット並びにくす玉回避を行っていただいた皆様、今一度正面のカメラへご注目ください。手袋とハサミを回収させていただきますので、係の者にお渡しください。本日は皆様にはお忙しい中ご列席を賜り誠にありがとうございました。続きまして通り染めを行います。誠に恐縮ですが通り染め車両が参りますので、お見送りいただく皆様はスタッフの案内により通行車線の外側へご移動をお願いいたします。お待たせいたしました。これより通り染めを行います。国道10号都の城道路の開通は私たちの命財産を守り安全安心に大きな役割を果たします。また各地がつながることで地域の交流が生まれ、産業の発展が促進し、暮らしの豊かさにつながっていきます。そんな私たちの暮らしを支えている車両がこれから通り染めを行います。それではスタートです。会場の皆様どうぞ拍手でお見送りください。本日は地域の安心安全を見守っていただいている宮崎県警察本部のパトロールカーに通り染めを先導いただきます。続きまして地域の命財産を守る都城市消防本部の救急車です。本日の開通によりこれまで以上の迅速な出動搬送が可能となり、救命率の向上が期待されます。
続きまして陸上自衛隊都城駐屯地の偵察用オートバイと軽装甲機動車です。災害発見などでも高い機動力を駆使し活躍しており、開通によりより早く展開できることが期待されます。続きまして都城運輸株式会社様です。都城市は畜産業産出額全国第1位を誇っております。そして最後に株式会社牧田運輸様です。都城市および南九州全域で育てた野菜やブロイラーなどの農畜産物を志布志港、宮崎港を経由して全国各地へ輸送されています。開通に伴い安定的な輸送や出荷が可能となり、物流利便性の向上が期待されます。以上で通り染めを終了いたします。引き続きこれよりパレードを行います。まずパレードにご参加いただく皆様からご案内いたします。恐れ入りますがお車へご乗車の上、パレードスタートの合図があるまでお待ちください。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。お見送りをしていただく皆様はそのまま白線の外側でお待ちください。お待たせいたしました。それではただいまからパレードを開始いたします。都城志布志道路国道10号都城道路音坊インターチェンジから横市インターチェンジ開通記念パレードのスタートです。皆様盛大な拍手でお見送りください。以上をもちまして開通式のすべてを終了いたします。